も質問受け付けられると思いますので、何かあのこういうの聞いてみたいとか、あのぶっちゃけどうなのみたいな話とかですね、全然関係答えられる範囲では歓迎なので、あの WC 東京をつけていただいたらできる限り見るようにしますので、何か質問あったら随時ください。で、私の方で、先ほどまでずっと司会させていただきましたが、モデレーションということで、お話パネル参加させていただきます、カイと申します。よろしくお願いいたします。よく考えたら、すみません、僕全然自己紹介をしてなかったので、僕はあの海試練という名前が海なんで、海文字で海心でブログを始めて、ブログ自体は5、6年、ワードプレスで3年ぐらいやってます。で、まあ、ワードプレス好きが超えて今もスタッフとして今回本格的に参加させていただいたのは初めてなんですけど、裏方でいろいろやっておりました。で、実際にあのお話の内容はこちらなんですが、時々僕もブロガー的な話で交われたらいいなと思ってます。で、ちょっと座って失礼いたします。で、最初にですね、あの後藤大社の、自己紹介をお一人ずついただきたいと思いますので、まず最初に、堀さんからお願いします。はい、ライフハッキング JP の堀と申します。どうもよろしくお願いします。こちらのブログご覧になっている方ってどのぐらいいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃった。ありがとうございます。研究者です、本業は研究者をやっている本当 の, あの科学者なんですけれども、副業でこういうブログを始めましたという理由は、研究者 の, あの仕事ぶりがあまりにひどかったので、そういうのをアメリカで当時、流行し始めていたライフハックを導入したらどうなんだろうかということをブログでやっていたら、だんだん副業みたいな感じになってきてしまったと、そういうところです。なので今日ちょっと今日あのぶっちゃけのところですね、あの内情はどうなのよとか、マネタイズとかどうなってるんですかとか、そういうあの際どい質問でも、受け付けますので、どうぞ。はい、私後藤龍介と申します。堀さんと同じように、あの僕のブログ知ってる方ってあんまり聞きたくないんですけども、いらっしゃいますでしょうか？おお、やった、ありがとうございます。ですね、基本的に今はあのエヴァノートのことについてひたすら、いろんなことを書いたりだとか、それがきっかけでいろいろとこんなことが起こったりっていうのがあります。そんなことを話していきたいなと思います。よろしくお願いします。生ビールブログをやってます、ビール男高橋と申します。いろいろ書いてメロンパンブログとかいろいろな顔があるんですけど、今日はワードプレスのイベントということで、ワードプレスでやってる生ビールブログのビール男で来ました。なんだろう、日本一ナンパなワードプレスユーザーを目指して日々活動してますので、今日も僕の話は話半分で聞いてもらえればと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、自己紹介終わったところで早速皆さんの話を聞いていきたいと思います。では一番最初にテーマをいくつかこっちで設定しました。で、話の流れ次第では皆さんの話とかを向けていろいろ変えていきたいと思うんですが、まずは自己紹介、続きでですね、ブログを始めたきっかけというのをですね、お一人ずつどういうきっかけでブログを始めたのかというのをお伺いしてありますので、じゃあ今度は逆に高橋さんから。ちょっと待って、いつでもね、あの僕の行動原理が全てモテたいっていうところから始まってまして、ブログは、まあ、ビール部のブログはモテたいっていうところからやっぱり始まっていてですね、ワインのソムリエ、コーヒーのバリスタみたいなのがちょっともてはやされる時期があって、次なんだろうな、みんなが飲んでみんなが知ってるけど意外と詳しくないものなんだろうなと思った時に、あービール詳しくなったらなんかそういうのであるんじゃないかなと思ってすごい顔で見てますね始めたのがきっかけです。で、なんとなくこうエビデンスが必要なんですね、詳しくなっていくって、この人詳しい人だよっていうのには。なんで一応ビール飲んだりビールの美味しいお店行ったら全部書いていくっていう風にしていくと、それを見た人はああビール好きなんだな、ビール詳しいんだなっていう説得力が出るんでブログにしたみたいなところです。はい、僕もきっかけというか、あのモテたくてブログをやってるっていうのは大いにありまして、そのための手段として、あの今の時代ブログが一番簡単かなっていうのは、あの結果的にですけれどもそう思っておりまして、で、あの元々はあのコミュニケーションをしたくて、あのホームページやら何やらをやってて、そこからあのだんだん自分が言いたいことを一番簡単に言えるツールっていうのがブログだったっていうので、始めたものだけで言えば2004年だとかそのぐらいの時期から始めてるんですけれども、あのそこから何度も何度もいろいろ乗り換えて乗り換えて、
ワードプレスに最終的に落ち着いたのはまだ1年と半ぐらいです。ライフハッキング JP の始めたきっかけはさっき言っちゃったんですけど、もともとアメリカで流行していたものがを日本に持ってきたかった。特に日本に導入された時に結構その日本のビジネスマンにとってどういうふうな活用方法があるかっていう文脈でよく語られてたので、なんかにアメリカのブログではなんか全然違う雰囲気だったんですね。なんか自由なヒッピーな感じの人たちがなんか自由にライフハックを交換してるって、そういう世界だったので、これそのまんま日本に持ってきたいよって、もうすごいこう自由な感じを持っていきたいなって思ってブログを始めたんですけど、なかなかこれが始まらなかったんですね。記事ばっかり、今だ当時エヴァノートないんですけど、本当クリッピングした HTML でクリッピングした記事とかが1000件ぐらい溜まって、始められなかった日に、ある日そのライフハックの父っていうのはよく、まあ、僕が形容するマリンマンですね、がある日とりあえずビデオで対談記事やってるんですよ。その中でもう趣味であってもプロみたいに始めろよと、ギター稼いでる人間だったらもうプロみたいにギターを毎週例えば作曲して公開し始めるべしと、趣味でもプロなんだよってことを言う記事を見た瞬間、その次の日からライフハッキング JP って始まったんですよ。以来それが2007年なので随分悩んでた時期が長いんですけど、2年ぐらい、それで始めたのがきっかけですね。はい、ありがとうございます。それでは、続いてですね、実際いろんなブログ運営されて、皆さん、長いことブログされてると思うんですけど、ブログを運営されていて、こう何かこう変化、先ほどの田口さんもかなりブログ編を通じていろんな変化が起きたと思うんですが、何か皆さんがブログやってて、あ、これがなんかきっかけで変わったなとか、ブログやっててよかったみたいなところでちょっとコメントいただきたいんですけど、じゃあ堀さんから。全く生活が一変しちゃったっていうのがありますよね。それまではどこにいる誰でもない自分なんですけども、ドメインを取って何かやらなきゃいけないってことは屋号を持つことなんですね。これまではただの堀さんだったんですけど、自分の紹介の仕方がライフハッキング JP の堀ですっていうふうに言わなきゃいけなくなって、言わなくなきゃいけなくなったってことは、なんか自分の中に、こういう記事を紹介しなきゃいけないんだなっていう、こう一つの枠組みが出来上がってきたので、もう日常見るものが全部その流れで見ちゃうんですね。あ、これはこういうふうに紹介できるな、これはこれで紹介できるなというふうに、なんかこう自分の中に新しい一部分の自分のペルソナが生まれたような感じで、こいつをどうやって殺さないように生かしていかなきゃいけないのかなっていうふうに変わってしまいましたね。それ以来はなんかそれ以前と以後ではなんか人間が違うっていう状態になってます。僕の場合だと、一番大きく変わったのが、ブログ経由で知り合った人と会ったり話したりすることが、もともと知っていた人と会ったり話したりするよりも圧倒的に多くなって、でそこからきっかけで全国に知り合いができて、それがきっかけでさらに本が出せてしまったりだとか、いろいろなお仕事の話いただいたりだとか、本当に堀さんと同じように何もかもが変わっちゃって、ブログが一番リアルに近い存在になってきました。2人に言われたんでそんなもんだと思います。ね、いろんな人に会えて、いろんな人と知り合うことができて、今ここにいるのもね、ブログを始めてからですしね。ね、そんな。でもビールってのがすごいんですよね。一本で間違えてたんだよ。その中でもやはりビールっていうビジネスモデルがすごいと思うんですよ。僕なんかこう有用なものを提供するとか、そういうのがところがあるので、ノウハウだけでもすでに有用性があるんですけれども、トロワソンの場合はビールで攻めてるってことは、その場でビール飲めるわけじゃないじゃないですか、ホームページを見ても。でもやはりみんなその、あ、じゃあ次はここに行こうとか、そういうものを多分読者から引き出すからこそ、なんかこう続いてる部分があるんですよ。なんかそういうところで意識してるテーマみたいなのあるんですか？それが多分一番僕らと違うようなところが気がして、ぜひ今日聞いてみたいなと。あんまりそこまで考えてないんですけど、いや、自分の好きなことを発信するというか、ブログがあるからって言い訳にして自分の好きなことをやるって、今出ますかね、美人ビール、僕美人がビールを飲んでる写真っていうのを、ブログでこう写真出してるんですけど、単純に僕が美人と差し飲みするときに言い訳が必要だったというか、普通にこう美人の人ナンパするんですよ、店で。でその時に、じゃあ例えばこうカウンターで2人飲んでる時に、2人が向こうで飲んでる時に、今度ブログでこういうのやってて出てみませんか、美人だからって
言ってこうナンパするんですけど、そういうなんか楽しみながらやってるとあのねいいですよ、有用、僕にとって有用っていう感じで。ちなみにあの美人麦汁で検索すると一発で出るんですが、ついに商品化ということで、美人と飲みたくてビールをこんな企画やってたらそれがそのまま製品化されちゃったっていう、モテたかったらここまでできるんだっていうすごい面白いやと思うんですけど、これちょっとなんかエピソードとか教えてもらえたら。あのまあすごいスワンレイク、新潟のスワンレイクビールってすごい美味しいビールで、本当にねあのなんていうんだろうな、まあ、清楚な美人な味のするというか、すごくいいビールなんですよ。でそこ あのブルワリーさんとお話することができたんで、こういうのやってみませんかってことでエイプリルフールの企画でやってみませんかって話をしたんですけど、まあ OK ですって話になって、300セットぐらい売りましょうっていう話をしたら、向こうの人がちょっと発注間違って2500セット売っちゃってあのまだ売ってるみたいな。でラベルだけ発注したんで、中はいつものスワンレイクビールなんであれなんですけど、あの絶賛売れ残りっていうのはねあれですけど、まだ発売中なんで、ぜひご興味のある方はあのスワンレイクビール本当美味しいんで、スワンレイクビールをお試しこれでしていただければと思います。はい、宣伝でした、はい、ありがとうございます。ツイッターで、まあ、ちょっとお話の中に近いんですけど、ブログを始めて最も人生に影響があったのはどんなことですかっていう話があって、まあ、先ほどの話に近いんですけど、なんかこう今の高橋さんみたいにこうこの記事で変わったとか、こんなイベントやってみたら変わったみたいな話をもしありましたら、堀さん、後藤さん、どちらか。ですね、僕基本的にあの、まあ、ブログでずっと真面目なことを書き続けていたんですけれども、あのそこがだん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 変わってきまして、あの、まあ、どれだけ自分がいい加減かをアピールするためにもブログをっていうので、あの人間味を出していきたいなって、そこまで真面目に考えてたわけじゃないんですけれども、だん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 言いたいことが増えてきて、で、あのたまたまあのオリジナルってことでもないんですけれども、あのただのうどんの作り方っていう、あの五流うどんっていう名前をつけて、あの簡単にうどんができるぜっていう記事を書いたんですね。でそしたらそれがあの何をどう間違えたのか分かんないんですけれども、こうツイッターで200何十だとかっていう人があの作ってみようだとか、こいつバカじゃねえのだとかいろんなコメントをしてくれて、であのゴリうどんっていう記事通算で多分3回ぐらい書いてるんですけれども、あの意外とたったこれだけのどうでもいい言葉なんですけれども、これで僕のことを覚えてくれたっていう人なんかもいたりして、そのこういうバカなことでもあのやってみたら意外と反応があったりして、意外あの時にはあの1ヶ月に10人20人ぐらいゴリうどんで検索してきてくれるような人もいまして、あのこんなどんなことでも書いてみると、あの何が起こるか分かんないなっていうのをすごく実感しました。あの僕はよくですねブログとかイベントで会いますと、いや堀さんすごく仕事がおできになるんですよねと、仕事術のブログとか書いてるとか、いや全然そんなことないんですよ。僕の同僚とか僕がどれだけ仕事できないかを多分もう本当よく分かってる人なんですね。でただブログの中ですごく気をつけていることは、何か新しいサービスとか出てきたらちょっとだけ早く紹介できないかなと、それでちょっとだけ早くその本質の部分を抜き出して書けないかなっていうことをあのやってます。だからよくあの百式の田口さんとよく競争になってるような気がする、勝手に自分一人でそういう気になってるんですけど、特に例えばエバーノートですよね、エバーノート、フォースクエア、それと、最近だとモレスキーの本書いてる人誰もいないじゃないかと思って、モレスキーについてしばらくしつこく書いてると、なんか知らないけれども向こうからなんか本にまとめましょうかと、 でもまだちょっと早いですよ、じゃあこういう形でっていうふうにやってるうちになんかどんどん企画になっていくと同時に仲間が集まってくるっていう、だから全然詳しくもなかったんだけれども詳しくなりたいから資料を集めていたら勝手に何かが転がっていくっていうの、これは不思議な世界ですよね。これは多分 どの誰にでも多分動かせるレバーだと思うので、ぜひやってみてもらいたいと思います。関係ないけど堀さんいい声ですね。なんかちょっと俺もいい声でちょっと頑張ろうと思いましたよ。モテにはねいい声も大事ですからね。はい、それでは、次の、テーマいくつか用意しておりますので、よし変わりません。はい、まあ、一応っていうのもあれですけど、ワードキャンプっていうイベントなので、まあ、ワードプレスの話もちょっとしといた方がいいかなということで、実際皆さんワードプレス使ってらっしゃるんですけど、まあ、他のブログを使ってた経験とかを含めて、まあ、ワードプレスここがいいなみたいなところがあったら、お一人、じゃあ高橋さんから。
僕はもともと生ビールブログはアメーバブログでアメブロで始めたので、あの制約も多いしサーバーも重かったりするし、とにかく広告が出て見づらいとかカスタマイズされて嫌なことというか、こう初心者にはすごい使いやすいし、こうそういうコミュニティもあっていいんですけど、慣れてくるとちょっと不便なことが多かったんで、そういう点ではすごく自由にできるし、あの自分好みにカスタマイズができるので、とてもあの助かりましたね。自分の好きな世界観をそこで作れるっていうのは、はい、僕はあの、まあ、いろいろ考えたんですけれども、あの一番いいところっていうのはワードプレスが流行ってることだと思ってて、あのワードプレスのユーザーっていう絶対数がめちゃくちゃ多いので、例えばあのこういうことで困っただとか、なんかこういうプラグインがないかなっていうのを調べると、あのワードプレスについて書いているブログっていうのもものすごくいっぱいあって、ワードプレスのことはだいたい調べれば出てくる。でそれはあのやっぱりユーザーがいるっていうことが一番大事で、ユーザーがいるだけで僕はワードプレスを使う価値があると思っています。まさにそれのとこですね。僕もそうなんですね。で実は今僕のライフハッキング JP は、日本語版のワードプレスじゃなくて英語版でやってます。なんでかっていうと、一番最新の、英語版の、状態をそのまま維持したいのと、あと結構プラグインの中でもそちらの方を主眼に書かれているものが多いので、そういうところを全部取り入れてもうガンガンあの試していきたいという時には、もう英語版の方でやるしかないなということでやってます。実際会場でワードプレスもう使ってますって方どのくらいいらっしゃいますか？ほぼほぼ全員ですか？一回も使ったことないって人って、ここはそんなにいないセッションってことです。ワードプレスも皆さんご存知ことで、ワードプレスだとこうプラグインとか使っていろいろ機能拡張できて、まあ、ずっといろんな話だったと思うんですけど、なんか使っててこういうプラグインが便利とかってあったりしますかね？こうブロガー目線、メディア目線みたいなところで言うと、困ってる顔が浮かんだんで、浮かびそうな人から。僕は今主にあのプラグインとかっていうのもあんまり入れたくないとは思ってまして、で、ちょっと思いつくのが2つ、1つが、ワードプレスのバックアップを自動で取ってくれるあの WP スーパーキャッシュ、あ、キャッシュじゃないや、ちょっとあのこういう名前が覚えられないんですけれども、まあ、そういうキャッシュをバックアップを取ってくれるっていうものと、もう1つが、関連エントリー表示させてくれるもの WP、それも名前が分かりませんが、それがすごく精度が高いのがありまして、きっと僕のブログログインすれば分かると思うので、ちょっと調べてみたいと思います。関連記事ですね。あの1記事表示すると一番下に出てくるんですけれども、こういう感じで、でこれがいいのが、あの関連記事がない場合にあの自分の好きなものを紹介するっていうことができまして、であの僕はエヴァノートがメインコンテンツなので、あの全く関係ないのが出た場合にあのエヴァノートの記事を読んでくれっていうふうに出せるのも好きなところです。堀さん何かありますか？あ、今開いてる。あ、堀さん今開いてる。あの僕の場合、今実はまさにテンプレートを大改変中なんですけれども、一旦自分のサイトがもうオンラインになっているときに後ろでテンプレートを変えるのってすごく大変じゃないですか。でなかなかその代替のサーバーとか作ったりってできない人も多いと思うので、そういうときすごい便利なのがあの WP、SIEM テストドライブっていうのがあります。これロシアの開発者が作られたやつなんですけども、これ完全に自分のサイトがオンラインになっている状態でアドミニストレーターでログインしたときだけその人だけに新しいテーマが見えるっていう、そういうあのプラグインがあります。だ同時に2つのテーマが動いてるんですね。通常のライフハッキング JP と今開発中のやつが、裏で動いてて、僕がログインした時だけそれが見えるようになってると。で一部のプラグインの影響とかが見えなかったりもするんですけど、大体あの開発したい時にはそれでも十分っていうのがあります。それすごい便利です。あのプラグインじゃなくて、しかもすごい緩いところでのワードプレスの僕のいいなと思ったところなんですけど、あの画像を一気にドラッと上げられる20個ぐらい、あの他のムーブアップタイプとか多分なんか入れれば違うんでしょうけど、1個こう参照って押してなんか入力してこうやっていくっていうんじゃなくって、20個ぐらいファイル選んで一気に上げられるっていうのとかが初心者的にはすごい楽でしたね。
ゲットアナザーリレイテッドポストプラグインというやつですね。これが確か日本の方が作られているので、その日本語に関しての精度がすごく高いっていうのがいいと思います。で、もう一つが、何でしたっけ、もう一個のやつ、赤く WPスーパーキャッシュではなくマルチバイトパッチでもなく DB マネージャーを使ってます。バックアップで言うと、最近、フォートマジック、ワードプレスを出しているその会社そのものがワードプレスってやつやってますよね。あれ本当にリアルタイムにガン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 バックアップ取ってくれるので、本当に何時何分何秒までのバックアップみたいな形で取ってくれるのは、あれは本当にお金はかかるんですけども、二度とバックアップのことを考えなくて済むというところでは助かってます。それでは一回プレゼンの資料に戻りまして、いろいろ多分皆さんかなり読者もいらっしゃって、もう有名なブロガーさんだと思うんですけど、逆にこうブログを運営しててこう壁にぶち当たったりとか、まあ、こういうことで困ったなみたいな話をですね、ぜひ会場の皆さんと共有したいと思うので、なんか困った事例とか悩んだ時期とかあったらぜひお話いただきたいんですが、じゃあ高橋さんから。あんまりないんですけど、テクニカルな部分で自分は詳しくないので、ちょっとこうしたいんだけど、なんとなくプラグインを検索したら出てきたんだけど全部英語だしよくわかんないなとか、そういう技術面で、困ったこととか悩んだことありますね。でその時はでもワードプレスに詳しい人に聞いて解決してもらうっていう方法で今は何とかしてます。はい、僕は技術的なことはあんまり、ワードプレスは本当ユーザーが多いから使ってるっていうだけでさほど困ったりみたいなのはないんですけれども、僕が自分がエヴァノートについてひたすらブログを書いていたので、そのエヴァノートのおかげで今の自分があるみたいなことを思ってるんですけれども、ちょっと後に似たようなエヴァノート好きなブログっていうのがたくさん有名になってきて、その名前はあえて出さないんですけれども、その人のブログがまた文章まですごく面白くて、僕的にはすごい脅威に感じていて、これをどうしていこうかっていうのに一時悩んだことがあったんですけれども、結局はそれを真似したってその人には勝てるわけないので、今自分ができる今のスタイルをそのまま貫き続けるのが一番いいことだっていうことは結果的にそうは思ったんですけれども、そのライバルの存在っていうのでちょっと悩んだことがありました。僕も基本的に嫉妬深い人間なんで、記事すごいバズってるなとか、あれすごいなんか発生されてるなと思うと、なんでこういうこと書けなかったんだろうって、もうこんな毎日なんですよね。で、先ほど自分の中に新しいペルソナが生まれたって、こういう感覚ってブログの書いた方ってよくあるんじゃないですか。こういうブログ、自分のブログがなんか一つ独立したなんか生命体みたいになってて、ああ、こういうブログにしなきゃいけないとか、いや、こういうのじゃ記事にならないとか、これぐらいのスタンダードを上げなきゃいけないとか、こういうことやってるうちにですね、書けなくなるんですよ、驚いたことに。自分の中で自分が始めたもののはずなのに自分で勝手にハードルを上げてですね、書けなくなっちゃう。その自分の中でこういう風であるべきだって思った瞬間に急に止まってしまう。でそのたんびになんか、いやお前ほんとそんなご大層な人間じゃないんだから、もう一回ちゃんとデジカな記事を集めて、君はどう思ったのっていう風に記事に盛り込んで、でただポストし続けるってことにもう一回帰らなきゃいけないよっていうことを本当に年に十何回ずつやりながらっていうのがほとんど毎日ですね。なんか悩みもなしに書いてましていいですねって時々言われるんですけど、ほとんど全部悩んでるんですよね。それが現状です。だから本当壁にぶち当たったまんまずっと4年間やってます。ちょっと言いたいです。僕の場合その壁にぶち当たらないために気をつけてることっていうので、どれだけ自分をバカに見せられるかっていうか、実際バカなんですけれども、バカな部分を強調すればするほど、どんなクオリティの低いものを書いても、あ、こいつまたこんなこと書いてんなって思ってもらえることで、むしろそれがプラスに働いているぐらいに思ってて、
もうどんなくだらないことでもいいから書くし、あの、まあ、そのためにあの、まあ、このバカっぽいキャラっていうのを自分なりに結構一生懸命作ってて、でだったら あの、まあ、ある意味失敗も言えばバカだっていうことなので、あの失敗するのもあの結果的に、まあ、自分は結構恥ずかしいんですけれども、結果的にこれがうまく作用してくれるみたいなこともあるんじゃないかと思ってて、あのそう思えることであの書けなくなるっていうような悩みっていうのはかなり減りました。あの脅威とかライバルとか他のブログに対しては多分ビールっていう特性もあると思うんですけど、友達になっちゃいますね。あの会いに行くというか一緒に飲んでお互いビール好きなわけじゃないですか。だから情報交換したりみたいな感じだったりっていう感じで一緒に飲んでお互いに頑張ろうみたいな空気かな、はい、ありがとうございます。ちょっとまだ会場から1個質問いただいたので、結構具体的にあのブロガーさんへの質問ということで、ブログのエントリーにかかる時間とか、1日でブログにどのぐらい時間かけてますか、まあ、人によっては1日じゃないかもしれないですけど、どのくらいの時間とか工数かけてますでしょうか。これは割とサクッと、もうだいたい短いので15分ぐらいで、長いので1時間ぐらいかかると思います。で長いものはだいたい写真の加工とかが多かったりとか、リンクをいろんなところに貼らなきゃいけなかったりとかっていうところで時間がかかってるかなっていう印象ですね。僕これ最近になってようやくあの時間計らないとあの分かんないなっていうので、ようやく記録を取り始めているんですけれども、あのものすごい真面目に長いのを書くと3時間ぐらいかかります。で、逆にあの本当に早く書けるものは10分15分で1記事書き上がったり、でそのまま勢いがついちゃうと10分15分で書ける3とかで2、3本一気に書けたりすることもあるので、あのものすごく記事によって違ってきます。で最長はまあ多分3時間ぐらいかなと思います。時間の問題って多分日常と切り離せないと思うんですね。でみんなお忙しいと思うんですよ。ブログだけで暮らしてる人ってあんまりないと思うの でそうなると、ほとんど僕の場合はなかなか残業がそんなにないっていうちょっと幸せな職業でもあるので、子供を寝かしつけて、大体それが9時半ぐらいまでには終わると。で、まあ、妻と喋ったりなんかして夜の10時ぐらいからクランクインすると0時ぐらいまでだいたいブログの時間ですね。だから1個書いて1個仕込んでおいて、で本なんかも書いているので本の、執筆なんかもやると午前だいたい2時ぐらいまで毎日やってます。だいたいこの本当この1年ぐらいはほとんど午前2時3時ぐらいまでだいたいそういうことをやるっていうのが毎日です。だから結構、あの失ってるもの結構多いです。テレビとか一切見なくなりました、ブログ始めてから。僕もあのブログやっていて結構この辺りで結構気にしてるんですけど、僕の場合なんかはあのもう同じ記事書くんだったらかかる時間短いに越したことないんで、もうひたすら楽して、先ほど高橋さんも言ってましたけど、写真1個1個上げて20個上げるんだったら20個先に上げちゃえとか。でもブログの記事とかも書く時間も惜しいというか、書く時間で考え、パソコン向かって考えるのめんどくさいんで、もう電車の中であもうこのタイトルでちょっとこう盛り上げようかなとか、こういう決め台詞で終わらそうとか、このダジャレ仕込もうとかもう考えといて、でも勢いの後からどんどん書いていくみたいな結構ありますね。でも時間決めといた方がいいですよね。もうブログ結構だらだらやってるとすんごい長くなっちゃうんで、もう食事系は30分とかで、なんかこうめんどくさいやつは1日寝かせて変なこと書いてないかなって次の日見るとか、まあ多分ブログによって結構時間をかけたら変わってくると思うんですけども、はい。でだいぶ時間も遅れてきたので割とリアルな話をちょっとお伺いしたいんですけど、先ほども田口さんとかがまあ有名になるにはみたいなお話とかちょっとあったんですけど、皆さんそのやっぱりその読者さんがいっぱいついてらっしゃるブログとして皆さん興味あるのがどうやったら有名になれるんですかみたいですね、割と直球なところ結構気にされてる方いらっしゃると思うんですけど、まあその信頼に足るブログ、信頼されるブログとしてそれでまあみんなに読んでもらうためのなんかコツとか工夫とかってもしあったらお伺いしたいんですが、まあ悪口書かないとかいうのは基本ですね、多分ね。あと、自分のことは意外と断定しておくっていうか、意見をちゃんと表はっきりしておくっていうところで、信頼かな。あと有名になるっていう点で言うと、さっき田口さんもおっしゃってましたけど、有名な人に絡んでいくとか、あの例えばこういうイベントで有名な人とかっていると思うんですよ。で、
その人にちゃんと話しかけて自分はどういう人間でっていうのを覚えてもらうような、さっき田口さん本当おっしゃってた通りのことでこう、まあ、友達増やしていくってことだと思うんですけどね、うん、かなと思います、はい、僕も基本的に同じような感じで、まずネガティブなことを書かないっていうのは必ず意識していることで、どうしてもあのネガティブなことが出ちゃいそうな時はあの自分のエヴァノートの中にネガティブなことだけ書いておいて、あの吐き出して我慢すると。でもう一つはあのいかに自分を覚えてもらうかっていうことで、その例えばさっき言ったうどんなんかもそうなんですけれども、あの大抵の人っていうのはあのブログの名前まで覚えないし中の人まで覚えないと思ってて、あの興味を持ってもらうためにはどうするかっていうので、あの分かりやすいキーワードっていうのがものすごく大事だと思っていて、で運よく僕の場合エヴァーノートっていうキーワードが出てきたので、そこで知ってくれる人が増えて、でそこでもう一つたまたまあのうどんの人ですよねって、まあ、まだ言われたことないんですけれどもちょっと憧れてたりしてて、でそのうどんの人っていうキーワードを作ったりだとか、あとはあのなぜか僕汗っかきなのでタオルを巻いてて、でこれを意外と、まあ、タオル巻いてる人っていうのも意外とやっぱり少ないんですよね。で会場なんかでも必ずこういうイベントの時はあの頭にタオルを巻くっていうのもあの、まあ、頭おかしいバカな人みたいなイメージがあって、そこは僕にとってプラスに働くし、でタオル巻いてるおかげであのあいつはタオルだっていうことを知ってくれてるので、あの意外に会場で話しかけてもらえてすごく嬉しいんです。あひょっとしてゴルゴさんですかって言ってもらえるためにあのすごく頑張っているっていうのはあります。そんな感じです。2つあって、1つは非常に技術的な話で、ほとんどの記事は、読者はその記事しか来ませんで帰ります。のでその記事単体で、起承転結でその情報だけではなくてこのブログは何であるかっていうメッセージが伝わってないと、その人は RSS で登録してくれません。あ、なんか使える情報があったな、はいさよならになってしまいます。なのでその確率をちょっとでも上げるためには、来た時にもう何とかあのタイトルもそうですけれども、書き出し、そしてなんでこういう問題に行き当たったか、解決方法は何だったか、最終的にどう思ったかというふうな、こう一つのテンプレートがあると非常にいいんですよね。なんていうか朝日新聞の例えば本当天聖人語みたいな感じで思っていただければいいと思います。ああいうテンプレートがあると記憶に残りやすいですね、かつ登録してもらいやすい。となると2つ目のポイントにつながって、誰にでも書けるような情報だけの記事っていうのは結構多いんですよ。こういう問題に行き当たったからこれで解決した終わりっていうのだと、本当に Google で検索していただいてきて入って帰るだけなんです。すごくもったいないですね。みんな絶対一人一人物語があるはずだと思います。みんな皆さんに物語があるはずなので、自分がなぜこの問題に行き当たったか、自分はこう解決してどう思ったかっていう、ちょっと自分の部分をプラスするして加味することを恐れないでください。その案外この人間臭さを出したところに妙に食いついてくるんですよね。であのことを書いた方ですよねっていう形で引っかかってくる。それはうどんであったり、その自分のパーソナルな物語であったり、あのそういうところに人は記憶を多分預けてくれるんじゃないかなと思います。その過程できっとだん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 なんかいろんな人に知ってもらえるようになる。ちなみにあのこの1個前の田口さんのセッション聞かれ方ってどのくらいがしますかね。まあ、割とこれ田口さんが先ほどのセッションであの年上の人をどんどんあの好かれるために、年上の人に言われたことはすぐやってすぐ報告しなさいみたいな話だったんですけど、多分、ね、同じことを田口さんにするといいと思います。あの田口さんのブログ読んで読んだよって言ってブログで返すとか、有名人にこう積極的にあの絡んでいって、やっぱコミュニケーションしていくとやっぱこう気づいてもらえやすくなりますし、やっぱ Twitter とかなかなか気づいてもらえないん で田口さんとか結構あの知らないことをバンバンブログで聞くようなタイプの人なので、知ってることはもうちょっと教えてあげるとか、そういうのがブログのコミュニケーションって割と Twitter とか Facebook 流行ってきちゃったんで、なんかちょっとされたりするんですけど、やっぱり一番こう人間味があって伝わる分だったりするんで、もうガンガン絡んでいくとこの3人とかに行かないといいかもしれません。あとその点で言うと、あの有名ってよく分かんないんですよ僕。有名ブログだってよく言っていただくんですけど、自分でさっぱり分からない。だって普通の一般人でただブログ書いてるだけですから、たまたま読んでくださってる方がたまたま多かったんですよ。でもその人一人一人が読んでくださる理由があるわけで、別に有名だから読んでるような気はどうもしないですし、有名っぽいあ有名っぽい有名っぽいってことだと思うんですよね。
なんか本をいっぱい出してるから多分有名なブロガーさんなんだろうみたいなとか。でもですね、結局全員みんな自分で自分不安なんですよ。みんな不安なものは同じなんですよ。でぶち当たる壁も同じなんですよ。なので有名な人だからこそ絶対これこの人は全部できるはずだとか、これぐらいのこういうネガティブコメント飛ばしたとしてもこの人は絶対びくともしないだろうと思ったら大体僕へこんでますから、次の12時間ぐらいに。そういうみんな弱いもの持ってるはずなので、ってことはみんな強い部分も持ってるはずなんですよ。同じ、ブログの種みたいなものは全員が持ってるはずなので伸ばせると僕は思ってます。僕それで似たようなところで思ってるのが、全員が面白いことを思ってるっていうのはすごく思ってて、自分にとっての当たり前がどれだけ他人に当たり前ではないのかっていう。でそれを堀さんがおっしゃってたような、私はこう思ってこうしましたっていう体験談と絡めて話すだけで、もう100人中100人誰もが僕はものすごく面白いと思ってます。あとはその自分の面白さに意外に気づかないっていうことと、それをどう面白く見せるかっていうのはやっぱりある程度技術だったりっていうところもあると思うんですけれども、その絶対に自分は面白いものだっていうのはすごく思ってます。じゃあ、時間も迫ってまいりましたので、ちょっと次用意しておいたテーマで、ブログの魅力ということで、皆さんずっとブログ続けてらっしゃって、で、昔そのソーシャルなんて言葉が出る前ってずっとブログが個人の情報発信ツールでもてはされたんですけど、やっぱここ最近 Facebook が出てきたり Twitter が出てきたりして、もうブログとかいらなくないみたいな、こう Facebook でいいじゃんとか、もう田口さんもお話しされてたんですけど、なんかそういう、こうブログにとって変わるコミュニケーションがどんどん出てきて、それもやっぱりブログをやってらっしゃる方 の、 そのブログにかける魅力だったり、なぜブログやってるのかみたいなところをお話しお伺いしたいんですが、じゃあ高橋さんから。ブログ、Facebook ってこれから多分そうなっていくんだろうとは思うんですけど、ブログが名刺代わりみたいなところがあって、僕はこういうことが好きでこれぐらいの月日をかけてこういうことやってますよだったりとか、そういう自分、これを見てもらえれば自分がなんか、一部分だけど理解してもらえるとか、もしくは美人が好きなんだなとかモテたいんだなとかっていう方向性だったりを理解してもらえたりとかっていうところで、こういう場で最初皆さんと一回お会いして、次に会う時までにそれを見ていていただけると、もう少し二度目じゃない感じのコミュニケーションで、そこからツイッターにつながってさらにコミュニケーションかかったりっていうのがあるんで、自分を分かってもらいやすくなってるんじゃないかなっていう気はしていて、それが魅力かなと。要は人と人とのコミュニケーションがしやすくなるっていうところですね。いかがでしょう。僕もそのあたりは全く同じことを思っていて、もう一つちょっといやらしいってことではないんですけれども、今でもツイッターだとかフェイスブックっていうものがすごく増えてきたと思うんですけれども、ブログっていうのが一番簡単にできるだけ多くの人に自分の知ってもらえるし、自分の思ってることを伝えやすくなる手段だと思っていて、結局ツイッターの場合にツイッターだけで有名人になるっていうのは少なくとも僕には絶対できないと思ったんですけれども、そこにブログっていう蓄積されていく手段を使っていくことで、ブログであればより多くの人に知ってもらいやすくなる、その方法が最も今でも一番簡単だっていうのがすごく大きい気がします。なんか言い尽くされた感じがするので、微妙に話をちょっと闇の方にずらしましょうか。じゃあ本当ぶっちゃけのところ、それでどうやって有名になるんですかっていうと、やはり競合する人が多いとその部分は薄まっていくので、じゃあ101番目のエバーノートブロガーとして有名になる方、もうここら辺にすごい敵がいるわけですよね。だったら別のことを考えなきゃいけないわけですよ。これってワインブロガーのゲイリー・ベイネチャクが言ってたことなんですけど、ワインブログで俺をもう任そうなんて無理だから、俺は絶対にお前のことなんて叩き潰してやると。でもフランスのあそこの片田舎のこの品種のワインだけで、この品種のワインだけのブログで僕に勝負をかけてきたら、お前に勝機があると、というか負けるだろう俺は。そういうニッチには必ずそれを、また細いニッチがあるんですね。で、じゃあニッチを攻めればいいのかというと、ニッチだけではこうなかなか人気が出てこないので、ここに闇があって、人気、こんな需要必要本当にあったんだと、自分にこんなものが必要だったんだってみんなが言われて初めて気がつくようなニッチを
探し求めることができれば、そこには必ず読者も待ってますし、キャッシュフローも待ってるので、マネタイズすることも可能だっていうところですね。だから何か新しいトレンドが生まれてきたら、必ずそのキーワードに対して何かブログが書けないかって考えてみると、結構そこ活路が出てきます。例えばクラウドって話が出てきたときに、いち早くクラウドのブログを作ってれば必ずその第一人者になれたわけですよね。でこういうバズワードは必ず1年に何個も出てきます。そのバズワードに対して、あ、ここで記事とか情報を集めて、これをアンカリングして、そこでブログを作ったら、もしかしてここに人が集まるんじゃないのか、でかつ自分にとってこれは非常に興味のある話題だから、この記事を集めるに値するんじゃないのかって思って、その非常に幸運なマッチングが行われた時に、すごくいいブログが生まれるんじゃないかなと思います。僕もちょっとだけ、僕にとってブログいろんな使い方があると思うんですけど、僕の中でブログはコミュニケーションツールで、僕がブログやってる理由って、飲み会の一次会をスムースにしたいからですよね。皆さん経験あると思うんですけど、大学の同窓会とかって一次会絶対、お前最近何してんのが終わるんですよ。これ本当もったいなくて、でもブログ読んでてくれたら、あ、この間あれ買ったんでしょとか、余計な話全部飛ぶんで、転職した話とか、最近興味ある子全部知っててもらえて、で、Twitter とか Facebook から、ね、読んでもらえないんですよね。もう1000人フォローいたら、1000人分なんか絶対全部読んでないんで、やっぱりちゃんとブログを持って友達のブログとして読んでると、やっぱきちんと反応してくれるんで、ツイッターで言ったのに読んでくれてないんだとか結構あるんですけど、やっぱりなんかちゃんと自分さえにはブログってすごいいいメディアかなと思います。じゃあちょっと時間も残り迫ってきたので、会場でもし何か質問あったらお受けしたいんですけど、なんかこういうのぶっちゃけこれ聞いてみたいとかあったりしますかね。はい、じゃあちょっと前の前なんです、ちょっとじゃあ近いんでマイクを持っちゃいますけど、素敵なお話ありがとうございます。2つほど質問させていただきたいんですけれども、1つは先ほど田口さんが10年後のビジョン、100年後のビジョンって語られてましたけれども、皆様それぞれに対して、特にエヴァーノートっていうブログだと、やはり100年後にまずエヴァーノートが存在しているかっていうところもあると思うんですけれども、そういった部分でちょっと毒の入った質問かもしれないんですけれども、長期的なビジョンでどういうことをお考えあるのかっていうことが一つと、あと皆さんも多分気になると思うんですけれども、例えば広告ですね、広告を貼られていらっしゃると思うんですけれども、そこの部分は正直その収益的な部分に反映されているのかっていうところが、この2つを聞きたいと思います。多分ビールは100年後もあると思うので、多分来年最初の質問はお二人に答えていただいて、でアフィリエイトの収益とかって一応ルール上公にできないので、お答えできる範囲内でふわっとお話しいただければと。じゃあそちらのマイクで。僕の場合、確かにエヴァノート100年後も続きますというようなことを言ってたりするんですけども、正直100年後にあるかどうかっていうのは分かんないと思ってて、で昔そういうブログで中の人っていうのを出さないことをすごく意識してたんですよ。でそこが最近になって変わってきて、そのエヴァーノートのゴルゴっていう監視は今はついてるんですけれども、僕が意識してるのはそのエヴァーノートのをいかに取り払って、僕自身のこの人っていうのをどうやって覚えてもらうか、で例えば僕が他のものに興味が出た時に、その人が面白いよって言ってるから、これをちょっと試してみようかなって思ってもらうために、どう自分を売っていくかみたいなことをすごく意識しています。で、お金の件で言えば僕、PV が月に10万20万 PV ぐらいで、ものすごく真面目にアフィリエイトやったとしても、正直食えないと思います。生活費お小遣いのレベルです。でただそこからつながったもので意外とお金にはなったりします。例えば書籍に関して言えば書籍のみで食べていくことはできないんですけれども、まだ書籍があればそのための手段としてのブログっていうのはものすごく儲かるものだと思います。多分本当だったら僕自分のことをメディア化した方がいいと思うんですよね。堀さんをこれからもずっと追いかけていくっていう場所だとしてほしいんでしょうけれども、あんまり僕自分に興味がないので、僕をずっと追いかけてくれる必要はなくて、ライフハッキング JP も本来だったら来年の1月ぐらいで本当は終わってるはずのプロジェクトだったんですけども、ちょっと楽しくなってきたんで
もうちょっと続けます。続けますけれども、次のプロジェクトもやろうかなと思ってます。だからその都度ブログを変えていこうかなっていうのは僕は思ってます。その時に皆さんが面白いと思っていただけるならば、フォローしていただけると嬉しいかな。で、お金、これ、すごく大事な話なんですよ。絶対にどっかで心折れちゃうので、なるべくキャッシュフローってあった方がいいと思います。やっぱりちょっと報われてる感もあるし、なんか読者にすごく感謝できる部分もあるので、なんかお金もらえてるから感謝っていうんじゃなくて、なんかこう心が折れそうな時の励ましにはなるんですね。でそんなに多くないですが、これからどんなに頑張っても年収ってどんどん下がってきますし、税金もどんどん増えてきますし、本当に奪われる部分が多い中で、ブログっていう形で何か一つのあるちょっとでもいいから副収入があると、少しでもあると心が折れないっていうところが非常に大きいと思います。そのためにも、結構もうツールは揃っていて、アフィリエイトだけではなかなかうまくいかないんですけど、コンテンツの電子書籍化だとか、自分だけでアプリを書いたりだとか、いくらでも手段は多くなってきているので、心折れないための、手段としてやっていただけるといいかなと思います。と同時に、うちのブログでは 10% の収益を全部、寄付に回しております。お金、お金、これ言って大丈夫なの？小学生のお小遣いぐらいです僕まあどんな家庭の小学生かによりますけどね、はい、ちょっといろいろまだ質問あるかと思うんですけど、皆さん懇親会までいらっしゃるので、ぜひ懇親会で見かけたらお話、よりこんなオープンができない質問とかも多分いろいろ答えてくれると思いますので、ぜひ懇親会で、聞いてみてください。本日どうもありがとうございました。